これじゃあ例えば前日とかに連絡をして、はい、小山さんが仕事空いてるのかっていうのはその日じゃないと分からないの、それともその前日には分かるんですか？前日ぐらい分かる、前日分かりますよ大体、大体ね、はい。そうしたらちょっと予定を決めさせてもらうために、はい、ちょっとまたうちの方もその蒲田警察署に行ける日付をちょっと設定してまたご連絡してもよろしいですかね？はいはいはい、じゃあすいませんが侮辱罪？そう、うん、誰を？いやだからそれは直接お話しするって騙されないよ、うん、じゃあそういうことでね、はいはいはい、失礼します。はいはい、お疲れ様です。何か騙されないよみたいな感じじゃなかった？最後何か騙されない、何が警察が意味わかんない、意味がわかんない、騙されないよって何が騙されないんだよ、意味がわかんないからね。ちょっと言っといてこれね、各関係者、柏のなんていう刑事かわかんないけど各関係者言っといてくださいよ。もう騙されないよとか言ってなんか最後切ったでしょこれ電話、何が騙されないよなんだよ、意味が分かんないから。警察に騙す騙されないとかそんなこと言われたくないから俺ね、意味が分かんないんですけど騙されないよって何なんですか、意味分かんない、もう一回電話しようかなこいつ、お前何なんだよ騙されないよって、ちょっと電話しようもう一回。ふざけんなよ、わかんないよこれ。だからおかけ直しください。ただいま回線が混み合っており。混み合ってねえだろ、なんで騙されないって。はい、柏警察署です。あ、今電話かかってきたんですけど多分刑事課かな、なんともですけど小山と申しますが。小山様、はい、大田区の蒲田警察に来る日取りをということで、はい、なんか今電話がかかってきた警察の対応が気に入らないので電話したんですけど、すぐお名前を変えますか。小山警吾、分かんないですね。もしもし、はい、今本当に1分も経ってないんですけど、こちらからご連絡差し上げてるんですか。はい、そうですね、はい、少々お待ちください、はい、小山慶吾です。侮辱罪、あ、少々お待ちください、はい、なんかさ切るときにさ騙されないよみたいな感じだったと思う。もしもし、うん、騙されないよって言ったと思うんだけど何なの騙されないよって。いや、あの誰かって聞こうとしたでしょ。何を、侮辱罪第2に対するって話聞いたでしょ、うん、乗らないよって言ったんだよ。何が話に乗らないよって。話に乗らないよ、うん、どういうこと。いや誰かって聞いたでしょ、うん、だから直接それは言うって。ああ、そういうことですか。そう、あの最後ポロって俺に言わせようとしたでしょ、誰かって。うん、うん、あ、そういう意味。そういう意味、はい。だって、あの、こういうことはずっと、はい、誰かって聞こうとしてるから、うん、先日もあったんだけど、俺なんか侮辱罪なんてもう腐るほどやられてるんですけど、蒲田警察で1週間前ぐらいに行って、うん、あ、言ってるの小山さんも。言ってる、言ってますよ、ね、殺すとか、そう殺すぞとか、うん、あの例えば、うん、じゃあ刑事がいて、うん、ね、刑事はレイプしてるよとかね、50人ぐらい100人もレイプしてアダルトビデオを撮って売ってるよとか、強盗もしてるし殺人もして
ね、あの100人ぐらい殺して死体遺棄もしてるよとか、そういうことを YouTube で言っても侮辱罪とか名誉毀損罪とかそういうことで逮捕はできないって言われた。あ、何、小山さんがそれ言われてるってこと？そう、警察に言われた、蒲田警察で1週間前に。あ、言われたの？うん、言われた。そういうことだから SNS は怖いですよねっていう話で、はーはーで終わった、終わったんですよね。あ、そうなの？うん、そんなことで、それぐらいじゃあの逮捕できないんですよって、ね、それを受けて何かがないとあの逮捕っていうところは踏み切れないんでっていうことがあるから、もう自分もだからそれで逮捕、さっき聞いたけど、ね、あの逮捕ですかって言ったら逮捕じゃないですよって、それだったら電話なんかしてないですよっておっしゃってたじゃないですか、ね、まあ、それも分かりますんで、うん、だから俺だってあの、はい、もしね、あのこうやって普通に小山さんに連絡して来てくださいねって、はい、言うっていうのは、はい、普通に小山さんから、なんて直接お会いして、はい、お話聞きたいっていうことを伝えたいがために、はい、連絡差し上げたような状況、はい、あ、はい、自分ね、裏天皇だからそういう悪いこととかしないんですよ。だから、ね、議員も受け、今回ね選挙してる、だからこれは絶対嫌がらせなんですよ。うん、ね、大田区の区議会議員立候補してるから、でよほど自分が当選すると思ってるんでしょうね。だからもう絶対に邪魔したいみたいな。だから小山さん、はい、ちょっと電話だとなんかちょっと、はい、なんか途切れになっちゃうから、はい、いずれにしてもちょっと直接お会いして。わかりました、待ってますんで蒲田警察で。で、前日にはね連絡するから。わかりました、前日に連絡して、はい、翌日都合いいですかってうちの方もちょっと調整して。わかりました、連絡する。わかりました、お願いします。すいません、波がダブルオーバーだったらちょっといけないと思うんで、すいません。もしもし、波がダブルサーフィンの、はい、ちょっとサーファーなんで。あ、サーファーなの？そうなんですよ。風どこに行ってるの？どこに行ってるの？湘南とか千葉に行ってるんですけど。神奈川とか、はいはい、外房とか来ないですか？外房、外房、千葉県一宮とか行きますよ。あ、行くんだ。はい。あ、なるほどね。はい、なんかちょっと風任せなんで、もう本当これ、そういうことで、そう、去年のね暮れから一回もね、ダブルオーバーで3メートルぐらいの波が来てないんですよ。なる、あれ、そう、そう、3メートルの波が去年の暮れから一回も来てないから、月に、そう、月に2回ぐらい経てばねいい方なんですけど、だから波がないことを祈ってますよ。じゃあ自分もお願いします。連絡するから。了解です、はい、お願いします。はい、お願いします、うん、はい、失礼します。はい、失礼します。ということで、誰が訴えたのかわからないけど、とりあえず埼玉県か柏かはわからないだけど、頭の電話番号0470だったからどっちなんだっていう感じですけど、0470かな、の最後は0110だったから警察だなと思って出たら、はい、皆さんすいません、お疲れ様です。ということで、警察から電話がかかってきて、侮辱罪で誰かが、まあ、妬みでね、柏警察に真実してるみたいなんですけれど、逮捕されることはございませんお疲れ様です。残念でしたね、あなた、誰かわからないけど。